珍しいから逆にいいよ。あー待って、今日ってダメな回じゃない？だってさ、アニメの1話見てから今日聞き始めた人もいる回なの。やばい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 。いい加減自己紹介しよっか。そうだね。皆さんごきげんよう、カエデジュアンヌーベル役の伊沢美香子です。皆さんごきげんよう、ミリアム・ヒルデガルド・フォン・グロピウス役の高橋かりんです。アクションドール、アニメ、舞台、アプリゲームなど様々なメディアで展開中のプロジェクト、アサルトリリー。この番組はそんなアサルトリリーの魅力を伝え、人々を導く存在となっていくためのパーソナリリー養成番組です。全然人々導いてないよね。導けてね。もうなんかすごいさ、牽引してもらってすごいこのアサルトリリープロジェクトの端っこでわーわーってなってる感じの恐ろしい感じですけど、テレビアニメね、アサルトリリーブーケがね放送配信キャストになりました。まだ反響はご紹介できないんですけれども、はい、メールはね、あのアニメ1話見たら早めに送ってくださいということで、はい、できる限り紹介したいですね、はい、ということは今日から聞いてるという人もいるのかもしれないですねそうですね、もう今日から聞いた人ももうすぐメール送れば番組に参加できちゃいますから。そうですね、そうですよ、そうですよそうですよね、送ってほしい限りですね。はい、10月なんでね、もうさすがにね、うん、秋になってきましたけどね。めっちゃ秋ですよ、はい、今年の秋なんかどんな秋にしたいですか？楽しみにしてることとかあります？楽しみにしてることか、なんだろうな。でも真面目な話すると、はい、ちょっと遠出したいなとは思ってますけどね。あ、前回も言ってたもんね、こう星を見に行きたいみたいなね、うん、そうそう、あと屋外彫刻とかを見に行きたくて、そうフラッと一人旅とかしたいですね。すごいねって思いますね。あら、私はね、あの、行きたいところあって、うん、何美術館。おー、いいじゃん。まあ芸術の秋ということですね。いいですね。展示行きたいんだけど、うん、もうずっとまあ会期長くてさ、夏ぐらいからやってて、うんうん、でもさ、ほら舞台のお稽古中は人混みに行っちゃいけないよみたいなあれやったから、まあお家からなかなか出なかったからさ、行かれなくて、10月入ったからさすがにもういいですかねっていう感じで行きたいんですよ。いいですね。芸術、お互い芸術の秋、芸術行楽の秋って感じですかね。そうですね、そうですね、そうですね、うん、あとさ、あの9月26日から、はいはい、アゾンさん秋葉原店で聖白百合さん始まりましたね、うん、なんでやっぱちょっとドールの秋にもしたいですね。そうですね、ドールの秋、確かにまた季節が変わるとさ、うん、この違う背景で撮れるっていうかさ、そうそう、紅葉の中にいたりとか ねできるし、しかもほら、うん、あのまだ一つ柳隊でもね、アクションドールが、はいはい、発売されていない子もいますし、うん、これからどんどんみんな発売されていきますからね、うんうん、そこも楽しみにしていただきたいなと思っております。いいですね、ドールの秋いいですね。いいんじゃないですか、この真面目な感じのオープニング、ね、いいんじゃないですか。ということで、じゃあこの調子で始めていきましょうかね、はい、アサルトリリーラジオガーデン訓練開始。この番組はアサルトリリープロジェクトの提供でお送りいたします。アサルトリリーラジオガーデン。改めましてごきげんよう、伊沢美香子です。ごきげんよう、高橋かりんです。はい、はい、ということで、うん、早速ね、テレビアニメの1話が本当ですね、放送されました。うわー、やったー。いやーね、なかなか気になるところが多かった人も多いじゃないですか。そうだね、ね、いろいろありましたからね、うん、まあ、まずね、ヒュージの形も結構ね、ええ、こうしっかりアニメなので、うん、舞台見てた人はよりね、うんうん、こういうヒュージだったんだっていうのを思った方多いんじゃないですか ね。そしてチャームもかっこいいし、かっこよかった。あとやっぱさ、うん、この舞台ではわからなかった、うんうん、こうルーンが、それぞれのルーンがあって、うんうんうん、みんな違くって、しかもそれがチャームとこうして、うん、チャームが動くっていう演出がかっこいいなと思ったし、かっこいいですね。私的にあれですよ。何ですか？あの制服は一体どうなっとるんだという、気になったよ ね。リリちゃんのさ、このリボンをシューって取ってピーンクスってこう割り箸のように、割り箸じゃない、竹串のように、針のように、針がね、なんて言うんですか、そういうの、針引っ張って、手裏剣、手裏剣のようになんか投げナイフね、すごい刺さってたよね、スバッてね、どうやって、ね、すごかったよ ね。ね、あとなんかボタンみたいな
ちぎったら、なんか目くらまし弾みたいなのになったりとかして、なんかね、煙幕みたいになってた ね、すごかった。なんか聞くところによると、実はあれ衣装にも設定があって、まあ、普通の布ではなくてちょっとこう特殊な加工をされた防護服的な意味も持つ、なるほど、制服らしいですよ。じゃあそういうあのちょっとチャームを使わないでも攻撃できたりとか、まあ逃げたりわかんないけど、こうするためのこう装備が揃ってんだ、すごいね、すごいね、あれにそれが備わってたなんて、ね、かわいいだけじゃなかったんだね。ねえ、とかさ、ミリアムさ、白いリボンが大好きな人なのかと思ってたらさ、モユ様もさ、リボンついてたからさ交渉家の人はあの制服なんだ、ミリアムは正しく制服を着てるんだって思った。着崩してるわけじゃなくて、なかった、ね、もうベースがある、改造じゃなかったわね。あ、もうモユ様も今名前出てきましたけどね、マシマモユ様ですよ。モユ様、ミリアム様ちょっと関連があるんだよね。ええ、まあ見てくれそれだけ？だってネタバレになっちゃう。まあ、でも同じ交渉家っていうね。そうだね。そうなんだよ、先輩です。うんうん。交渉家の先輩キャラクターで、まあいろいろね、チャームに関することとか、いろんなことできっと我々リリーと関わっていったと思いますので。そうそう。萌様の方がミリアムよりよりもっとチャーム、なんか実践的なこととかしてたりね。すごいチャームに。するのかな。造形が、造形がズーム、そうそうっていう感じなので、まあ、まだ今私たちの話を聞いてもゆ様とはってなってる方もいるかもしれないんですけど、ね、とってもこのアサルトリリーの世界観をいい感じにサポートしてくれる子なのでね、今後注目していただきたいですね、はい、そして今週は、第2話が放送されます。早い、もう2話になっちゃうんだ、じゃあ今週もね、ネタバレにならない程度に2話の見どころなどをお伝えしたいと思うんですけれども、ミケさんいかがですか、はい、私の要チェックポイントはビンタです。ビンタ、ビンタです。ビン、まあ、今1話を見た皆さんはこの可愛らしい世界観で何がどうしてビンタなんだって思ってるかもしれませんが、見ればわかります。なるほど、ここかってなると思います。なるほどですね。かりんちゃん的にはどこがおすすめですか。お風呂、結構ゆりが丘の設備すごいもんね、はい、すごい。まあね、舞台ではあんまりそういう細かいところも再現できてなかったですからね。そうだね、この学園の雰囲気とかもぜひ浸ってみてほしいですね。そうですね、はい、はい、ということでぜひ2話も皆さんお楽しみにお待ちください、はい、キーワードは風呂とビンタですなんか昼ドラみたいだね。フロトビンタ、フロトビンタです。はい、よろしくお願いします。さあ、ということでここからはリスナーさんからのメールをご紹介していきましょう。はい、ラジオネームエンドミルさんからいただきました。ありがとうございます。みけちゃん、かりちゃん、ごきげんよう。ごきげんよう。先日アサルトリリープロジェクトとガタフェスボリューム11のコラボ企画が発表されましたね。この情報を目にした時、嬉しすぎて、嘘、本当？と思わず声が漏れてしまいました、ステージイベントや資料展示などが予定されており、これから情報が公開されていくようなので要チェックですね。書き下ろしのイラストも可愛く美しいので、ラジオを聞いていてまだ見てないよっていう方は見てほしいです、あまりにも嬉しすぎて勢いでメールしてしまいましたが、とっても楽しみです。はい、ということで嬉しいですね。なんか、はい、東京ではね、いろいろこうイベントがやってましたけど、新潟の方にそうだね進出してコラボさせていただきます。10月25日、はい、開催ということで、あのビジュアルはリリちゃんとユユ様とあとソラハ様がね、いますね。いいピックアップ、アルブヘイムが、アルブヘイムがいますね。なんかこう晴れやかなんだけどちょっと荒廃してるみたいな感じもあって、なんかどことなく神秘的な感じがしますね。新潟にも新潟のリリーいるのかな。確かに新潟の、また新潟の遠征はちょっと大変だけど、各地のご当地リリーがいるかもしれないですね、楽しみです ね。またその感想とかも送ってくださいね、どんなことが行われるんですかね。はい、では続いてラジオネームダンイルさんからいただきました。ありがとうございます。ミキちゃん、カリンちゃん、ごきげんよう。ごきげんよう。最近一つ柳隊出撃しますを読みました。難しい単語や漢字が多かったんで、絶対日本語の実力がレベルアップしたと思います。笑い。舞台と違って登場人物の考えることなどを見ることができて、一味違う楽しみを感じながら読むことができました。
でもよく考えてみると最近全然本読んでなかったなって思いました。ところで2人は本とかたまに読んだりしますか？リリーたちはイメージとして、楓ちゃんはいろいろな本を読んだり博識なのかなとか、ミリアムはチャーム関連ばっかり読んで頭の中の物語がいっぱいありそうだと勝手に妄想したりしています。ありがとうございます。ということで小説版の方をですね、読んでくださったということで、ありがたいですね。ありがとうございます。またなんか小説はちょっとみんなの出会いが少しずつ違ったりとかね、カエルとミリアムのこのライバル設定感がまたちょっと違ったりするんですよね、それぞれに楽しんでほしいですね、かりんちゃんは小説とか読む人なの？読むよ。え、読むの？え、何読むの？なんだろう、でも最近は短編の方が多いかもしれん。なんか小川陽子さんとか、ほう、エクニカオリさんとか読むかな。全然知らない。さくらももこさんとか。あ、やっとわかった。そこまで行ってやっとわかったかな。もう長いのはさ、なんかちょこちょこって読むとさ、なんか次に開くときにさ、ストーリー忘れててさ、そうなんだよね。読めない。誰だっけって永久にあれ足踏みして進めないんだよねってなっちゃうからな。へえ、いいね。みけちゃんは？いや、なんか話題になった本とかはちょっと読むけど、その本屋大賞みたいなさ、なんとか大賞とかはたまに読むけど、あんまり積極的には読んでないかな。だからちょっと文字からイメージを膨らませるっていうのもまたね、我々の職業的にはそうですね。ね、確かに、いい勉強になるから。そうだね、台本いっぱい読んでるもんね。そうだ、だから紙あんまり読まない、ね、そうだね。でもだからこそ読まなきゃいけないっていうのもあるからね。そうだね、本当はね。ちょっとおすすめを聞いて、まあ、読書の飽き的な感じで触れてみたいと思います。それもいいですね。ということで、たくさんのお便りありがとうございました。これからもアニメの感想や私たちに聞いてみたいこと、アサルトリリーへの応援メッセージなど、皆さんからのお便りをお待ちしております。ではここで1曲お届けしましょう。テレビアニメアサルトリリーブーケオープニングテーマ曲、レイザー睡蓮でセイクリッドワールド。不吉さブレイス立ち向かえマイストゥーファイター。出撃するタイミングなのか、まだ待機すべき時なのかの判断はとても重要です。このコーナーでは皆さんから迷っていることを送ってもらい、どちらがいいのか私たちが指令を出していきます。ね、真面目なコーナーになりつつありますが、本当に気軽に送ってくれて OK ですよ。そうですよ。反響いただいておりますので紹介しましょう。はい。ラジオネームカプレさんからいただきました。ありがとうございます。みけちゃん、かりんちゃん、ごきげんよう。ごきげんよう。以前夏服の購入で待機の指令を受けたものです。お、夏服は待機して先日秋服を爆買いしました。しかもネットではなく店舗で。あら、紙袋は重かったですが気持ちよかった。本当にありがとうございました。よかった、よかった、
いいアドバイスできたかな。そうだそうだ、なんか夏はもうすぐ終わるし、そうそう、出かける機会も少ないから秋服にしなよっていう指令を出したんでしたよ ね。なんならもしかしてさ、この夏服のセールとかがちょっと残ってたりするかもだしね、うん、そうだね、うん、そしたら来年も着れるし、うん、よかったんじゃないですか。よかったですね。ちなみに我々もね、プライベート出撃専用のコーナーをやってるからね、はい、そうやったんだよね。そう、あのかりんちゃんが、うん、このね、映るんですを、うん、こう試してみて、うん、あ、カメラをもうちょっとこういろいろフィルムカメラ見たいってなって、うんうん、私に相談してくれて、うん、で、うん、だったら、今の映るんですで、これこれこうして、うんうん、で、こうなったらこのカメラを買えばいいんじゃないみたいな。廃棄でした。うん、マジプライベート出撃体験してます、ね。めっちゃ面白かったね、あれ、後から。面白かった。出撃は待機じゃん。めっちゃためになるコーナーですね。ためになるコーナーですよ。今日もね、まあ、真摯に皆さんのお悩みと向き合っていきましょうか、はい、解決しましょう。じゃあメールをご紹介しますよ。ラジオネームさくらさんからいただきました。ありがとうございます。いつも高橋さん、伊沢さん、ごきげんよう。ごきげんよう。指令をお願いしたいことがあります、うん、私はほぼ毎日パソコンに安いマイクをつなげてボイスチャットをしているのですが、うんうん、最近もっといいマイクを購入してポップガードやスタンドも用意したいと思ってきました。あら、しかしボイスチャットをするだけなので音質が上がっても意味はないように思います。購入して実況などに挑戦してみるのもありかなと思っています。マイクセットを新しくするか今ものままでいくか指令をお願いします。待機だと新しくしない、出撃だと新しくする、うんうん、私はもうこれはすぐに結論出た。あたすも、あたすはね、うん、待機。私もじゃあ伊沢さん、はい、指令を願います。じゃあさくらさん、待機せよ。ほう、理由はどうしてですか。私は別にパソコンにこだわらなくてもいいなと思ってて、今スマホでもさ、ボイスチャットできるしさ、結構音質いいからスマホでいいんじゃないかなって思うんだよね。まあ、PC 画面つなぎつつ、うん、まあ、ボイチャはスマホの方で、ボイチャ、うん、あ、ボイスチャット、うん、と思うかな。なるほどね。多分今さ、結構気軽にみんなゲーム実況とかもしてるじゃん。それも意外とスマホから音取ってる人とかもいるんじゃないかな、わかんないけどね、うん、と思うかな。まあでもさ、うん、マイク買ってみたいみたいな、こうやりたいことあるみたいな感じだったら買ってもいいかもね。あー、実況とかね。そう、なんか投稿、うん、はいはいはい、するとか歌取る、わかんないけど、なんかセリフ取る、うん、確かに。他にもいっぱい使い道あるんだったら買っても良さそうかも。そうだね。まずはハードル下げ目で試してみて。なるほどね。うん、どういう感じなのかなってテストでやってみるのもいいかもしれない。さすがです。やだ、ちょっとさすがです、ミケさん。一生ついてきます。ありがとう。すごいちゃんとしてて恥ずかしくなってきた。では続いてのメールです。はい、続いてはラジオネームベジさんからです。ありがとうございます。高橋さん、伊沢さん、ごきげんよう。今度軽音楽部でバンドを組むことになったんですが、パート分けで悩んでいます。好きなパートを選んでいいと言われたのですが、私は今までギターを弾いていたので引き続きギターを担当するかベースに挑戦してみるのもいいかなと思っています。ぜひお二人からの指令をお願いします。はい、これはもうかりんちゃんの専門分野じゃない。専門ではないよ。ど専門ですよこれは。じゃあもしベースに行った方がいいんじゃないと思ったら出撃で、うん、ギターのまんまがいいんじゃないと思ったら待機を、はい、お願いします。はい、じゃあかりんちゃんお願いします。出撃。お、珍しく出撃だ、はい、出撃してみてください。ということはベースに挑戦してみるべきなんじゃないかということですね、うん、だって、うん、挑戦してみるのもいいかなってことは、ちょっとやりたいという気持ちがあるっていうことだと思うんで、はい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 、もう別にギターは弾けるから、うん、ベース行ってみてもいいんじゃない。なんかベースもさ、うん、こうギターのアルペジオみたいな感じでこう指がさ、指がブブブブブってやつでしょ多分。何語だか分かんない。私ベースはあんまよく分かんないんですけど、弦を一本一本押さえるみたいな感じだと思うんで、なんか近い感じがあるから、うん、両方にとって良さそう。ギターにとってもベースにとってもそのなんか新しいスキルを身につけるのが良さそう。そうだね、この指の可動域が増えたりとかさ、うんうんうん、感覚がなんか研ぎ澄まされたり、うんうん、リズム感とかも良くなりそうだしね、うん、ベースやってみたら ね。確かにいろんな面から行ってみるのもありかもしれない、はい、ぜひ頑張ってみてください。いいんじゃない。ちょっとあら
手応えあるよ今日は。手応えあったね。すげえいいコーナーじゃん。真面目だよこのコーナーは本当に。本当ね、素晴らしいですね。はい、ということでね、今後もどんどん指令を出していきますので、はい、迷っていることがある人はメールしてください。以上、出撃は待機指令願いますでした。アサルトリリーラジオガーデン、心のシャッターチャンス。はい、楓さんの趣味といえば可愛い女の子を撮影すること、はい、このコーナーではリスナーの皆さんから個人的にグッとくる可愛い女の子を送ってもらい、心のカメラで連写していきます。公演期間中、まあいろいろね、だって25人も女の子がいたわけですよ、うん、あ、そうだよ。シャッターチャンスありました？シャッターチャンスあったかな。あー、あったわ。何？あの船田キート役の、うん、あの石井春菜ちゃんが、うん、この整体の先生から施術を受けてる時に、うんうんうん、痛い痛いって叫んでるところがすっごい可愛かったの。痛い、もう痛いっつって一人で切れながら言ってるのが、あのキートさんがね、プープープーっていう感じで、私は実際にカメラを回してましたね。そう、すごい癒される瞬間でしたね。可愛いですな。かりんちゃんはなんかこの子のここ可愛いとか思わず撮りたいみたいなとこありました？実際にカメラ持ってたけど、なんだろう。でもやっぱピーちゃんが面白かったかな。いつも面白い。あの人はいつも面白い。話題にこうと書かないよね、うん、あとあなたも面白かったよ。何？楽屋さ、このいろいろ対策で入っちゃいけないってなってるんだけど、はい、あなたこうパントマイムしてさ。あ、そうだそうだ、すごい上手なパントマイム。あの部屋に入っちゃいけないから、ピーちゃんとおなつの部屋のあの扉が開いてるにもかかわらず、うん、見えないバリアで入れない入れないっていうパントマイムをして、それをピーちゃんに取られるっていう。そして赤尾光の方がさ、カリンカリンみたいな、何やってんだろうあいつらみたいな。隣うるさいな。そうだ、そんな楽しいことしてたわ、ね、忘れてたよ。はい、ということで皆さんからもですね、はい、頭の中に浮かんだ可愛い女の子たちの情報を来ておりますので、うん、ご紹介しましょう。はい、はい、じゃあカリンちゃん紹介お願いします。はい、ラジオネームみーゆーとさんからいただきました、ありがとうございます。一つ下の後輩、お互い兄弟のように思っていたのに、先輩が他の女の子と楽しそうに話しているのを見ると嫉妬して遅れちゃう、そんな女の子。あー、かわいいですね。あ、ちなみにこの初投稿なんですかこの方。おー、ありがとうございます。心のシャッターチャンスが好きで送ってみました。ゆてちゃんやかりんちゃん、こういう女の子は好きですか、だって。いやー、いいですね。かわいいと思います。待って、自分はどの立場なんだ。自分が自分はどこで見てるんだこれは。壁じゃない、壁。その3人をこのわー今日は嫉妬してるわねって壁が言ってるってこと。壁あらー、いつも兄弟みたいなのに、あらららら、ら嫉妬してるわねそれか兄じゃない、兄側かな、うん、兄弟のように思ってて、なんかあれいつも慕ってくるのに、うん、あれって。あ、でもむくれちゃう、そんな女の子だから、うん、兄じゃなくて姉かだから姉妹みたいになってるってことかな、いつも。兄妹でしょ、でむくれるのが後輩の女の子じゃないの。あ、じゃあ雰囲気で喋ってた。先輩のお兄ちゃんっぽい先輩が、うん、他の女の子と喋ってんの見て、いつも一個下の妹みたいな後輩がむくれちゃうっていうこと。なるほど、どの道いいです。え、伊沢さん、ちょっといや、いいなっていう雰囲気は伝えました。どうしていきなりポンコツになってしまったんですか。このコーナーダメなんだよ私。さっきのコーナーはあんなに真面目だったのに。おかしいな。まあでも壁的にはすごいいいと思います。じゃあ次行こう。はい、次のメールはこちら。ラジオネームセッションオアミッションさんからいただきました、ありがとうございます。バイオリンが上手で有名だけど本当は三味線が弾きたくてたまらない女の子。あんまりかな。なんか頑張れって感じかな。なんか頑張れって感じ。じゃあ次行きましょう。可愛いたちは。はい、ラジオネーム星ずくのまたたきさんからいただきました、はい、
いつも無口で睨んでいるような顔をしている隣の席の転校生、どうやって接したらいいかわからないまま授業が始まる。一限目は国語なんだが、国語の教科書を忘れてしまった、どうしようと悩んでいると、転校生から肩を叩かれ、見る？と無表情で国語の教科書を渡してくれた。私が素直にありがとうと言うと、驚いた顔。その後、そんな風に言ってくれた人、あんたが初めてだよと照れながら言う女の子。なんか前の学校で何があったのか心配になっちゃうね。そんなに礼遇を受けていたの。確かに前の学校はありがとうって言ったらもうなんか追放されるみたいな学校だったのかな。あれじゃない、心配になりましたけど、無表情、表情を表に出さないから、うん、みんなとあんま会話できない子だったんだけど、だから ありがとうってその喋りかけてくれたことに対しても、私に話しかけて、いやどっちにしろ心配だよ。心配。でもね、私これにもし足すんだったら、この転校生の子が見るって言って見せてきたのが違う学校の教科書だから、全然違う教科書で、で結局先生に2人で手を挙げて2人ともありませんっていうのとかは、なんか2人まとめて可愛いかもしれない。なるほどね、うん、私実際転校2回ぐらいしてるからさ、小学校の時とか、だから教科書違って見せてもらったりとかしてたから、なんか想像したら、あ、そういうのも可愛いかな。確かに転校生に借りるパターンは珍しいですね。珍しいよね。転校生に見せてあげるならまた、ね、これあれですかね、転校生無表情なのに忘れてて見るって言ったら、うん、え、ありがとうってなったらシャッターですか。あ、それもシャッターだと思いますね。だからなんか言い出せないんだろうね、こうやってなんか、あ、転校生って教科書違うけど、うん、でも、うん、いずれ支給されるしみたいなところをこう自分だけ気づいてあげてこう見せてあげるって、る、ね、それは可愛いと思いますよ私は。なるほど、じゃあ次に行ってまいりましょう。いいんですか、まだ来れるんですか。はい、ちょっとまだね、みけちゃんのねフォルダがいっぱいになってないんでね、はい、ラジオネームアルファさんからいただきました。なんで名前で押したの。いや、まだあるんだ、嬉しいと思って。学校では成績優秀、容姿端麗で完璧と有名な友達のお姉さん、うんうん、ある日友達の家に遊びに行き、トイレを貸してもらおうと廊下を歩いていると、ガチャ、扉が開いて出てきたのは、前髪を上げて T シャツ1枚アイスを加えたお姉さん。え、あ、友達、みんなには内緒にしてて、と加えていたアイスを口に突っ込んで部屋に戻っていく女の子。あー、でも普通に可愛いですかね。だね、リアクションが可愛いっていう感じですかね。この部屋に逃げ戻っていくっていうのがいいですね。はい、うん、あ、でもなんかパターンとしては、みんなには内緒にしててねって言って開き直ってウインクするとかも可愛いかもしれない。あー、可愛いですね。自分だけが知ってしまった、あんな完璧なお姉さんのみたいなのもキュンときますね。わかりますね。どっちも今なんか分岐全部いいです。ルート OK です。いや、すごい想像力がかきたてられるいいお話でした。お話。はい。いや、今日もいっぱい来てよかったね。いや、よかった、最高です。みんなの想像力に今日も感謝。ありがとうございます。ということで、はい、私のメモリがパンパンになってしまったので今日はここまでです。これからも頭の中に可愛い子が浮かんだら逃さずメールお願いします。以上、心のシャッターチャンスでした。アサルトリリーラジオガーデン、アサルトリリーラジオガーデン、あっという間にお別れの時間となってしまいました、はい、番組の感想などはハッシュタグパーソナリリーをつけてつぶやいてみてください。はい、番組では私たちへのメッセージや各コーナーへのメールなど皆さんからのお便りをお待ちしております、はい、番組ホームページにあるメールフォームから気軽に送ってください、はい、お願いします。そしてゲストのお知らせです。来週10月12日更新のラジオガーデンには YUJF の遠野ひかるさんが来てくれます。やったー、わんわんわん。トノピアテのメールはこれを聞いたらすぐに送ってください。すぐに、はい、お願いします。そして、まあ、トノちゃんにテンションを上げてもらうにはこんなことを話すといいよとか、うん、まあ、トノちゃんにバレないように自然にこういうことをすればもっと仲良くなれるんじゃんみたいなフレンドミッションもお待ちしております。お願いします。ミリアムの個人工房ではトノピーを分析していきますので、皆さんが分析するトノピーのいいところを送ってきてください。
願いします。さあここでアサルトリリーからのお知らせです。アサルトリリーチャンネルにて白井優役の夏吉優子ちゃんと吉村ティーマー役の岩田春樹ちゃんの2人が MC を務めるアサルトリリー放送局木曜日夏吉岩田のラムネで乾杯が毎週木曜日に生配信されております。はい、次回の配信は10月8日21時からです。番組の詳細はアサルトリリーの公式サイトをチェックしてください。続いてアサルトリリーラストバレットのPC 版が DMM ゲームズさんよりリリースされることが決定しました。リリース時期や詳細は続報をお待ちください。そしてテレビアニメ情報です。テレビアニメアサルトリリーブーケが TBS テレビをはじめ全国16局 Amazon プライムビデオにて放送そして配信中です。また11月12日木曜日の放送は実写特番となりますので、こちらもお楽しみに。そして響きラジオステーションでは無料の会員登録サービスを実施中です。会員になると番組をお気に入り登録したりこの番組のアフタートークを聞いたりすることができますので、ぜひ会員登録してお聞きください。はい、ということでまあね、ちょっとまだアニメの感想とかをちょっと紹介できなくて申し訳ないんですけども、はい、そうですね、もう来週ぐらいからぼちぼちきっと紹介していけることになると思いますので、そうですね、皆さんはアニメ見たらすぐ感想を送るというこのルーティンをですね、うん、ぜひ作っていただいてですね、はい、これに送ってください、はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ次回の更新は10月の12日月曜日の予定です。皆さんまたこのガーデンでお会いしましょう。お相手は楓役の伊沢美香子とミリアム役の高橋かりんでした。それでは次回までごきげんよう。この番組はアサルトリリープロジェクトの提供でお送りいたしました。